今回は焼き鮭ごま昆布のおにぎりですね。こちらをいただきたいと思いますね。これはいいんじゃないですかね。さっき言うと、甘いところもいいですね。鮭もいいですし、昆布の甘露煮って感じもいいんじゃないですかね、これ。ちょうどいいバランスだと思いますね、これですね。王道の鮭フレークと昆布ですからね、いい相性じゃないですか。ということで、今回はこの焼き鮭ごま昆布のおにぎりをいただきました。ご視聴ありがとうございました。